ろくろっていうものを通して生きている証拠を作りたいというところで、抽象化されたものを生み出すことによって、自分の生きてきた中で見た経験とかものとか知識っていうのが外に出てくる。陶芸によって表現される人が生きてきた証。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。陶作家酒井智也、1989年愛知県生まれ。彼が世界に存在を発信するためにたどり着いた限界を超えるための表現方法。ろくろっていうものを初めて使った時に、回転の中で生み出される形にすごく魅力を感じて、イメージするものを手の中で生み出してくれるっていうスピード感がすごく好きだった。なんかこう釜で蓋を開けて完成品を見た時に、やっぱ自分の想像を超えてて、非日常的な快感をこう自分に味わわせてくれて、やっぱ虜になるというか。現実世界に生み出す頭の中の世界、表現したいのは抽象化されたものに宿る懐かしさとぬくもり。現実社会では叶わなかった自分の世界、作れない世界をろくろとか粘土を通して作ることで、これは何だろうみたいな、けどなんか自分に親しみがあるとか見覚えがあるみたいな作品を作った時に、すごく心地が良かったっていうのもあって、無意識と意識のこの間ぐらいに何か本質があるんじゃないかなっていう思いはあって、ろくろと向き合い、無意識に生み出したものを意識的に組み合わせる。こうして生まれた陶芸は頭の中を映す鏡となり、見る者の心に語りかける。なんかこう自分の内面を出した時に、見てくれた人が、あ、これっぽいねとか、まあ、あれっぽいねとか言うんですよ。それってやっぱその人の人生があったりするので、その人なりの見え方っていうものを結構自覚してほしいなと思って、何かこう忘れていた自分の思い出とかを思い出してくれたらいいなってのがありますね。作品を通じて訴えかけるのは、見る人自身の記憶であり、彼自身が生きてきた証。無意識と意識の間の本質を探求する酒井智也のゴールとは。焼き物って、まあ、この先、まあ、長いと1万年ぐらい残るんですよ。物体としてこの先1万年以上残る可能性があるものを日々生み出してるっていう意味では、一番の自分の存在を証明する手段、この現代に生きた、まあ、作家の一人として自分の作品とか名前を残していきたいっていうのはやっぱありますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は日本画家奥村昭一のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。